大正時代のファッションやメイクを伺い知ることができます。大正ロマンを代表する画家、竹久夢二の生誕140年を記念して、岡山県内の短大生と連携した企画展が始まりました。竹久夢二が表紙を手掛けた当時の最先端のファッション雑誌など124点が並びます。夢二の生誕140年を記念して始まった企画展です。和装に西洋的な要素を繰り入れた当時のファッションやメイクを夢二の作品を通して伺い知ることができます。今回は若い世代にも夢二を知ってもらいたいと、就実短期大学の学生と連携、彼女たちが考案したフォトスポットも設置されています。若い方たちが見た夢二というのはまた新しい視点で捉えていらっしゃると思いますので、そういった点もこの企画展の見どころではないかなというふうに思います。企画展夢二×ファッションは夢二共同美術館で9月1日まで、来月には学生によるワークショップも予定されています。